海徳堂は、江戸時代中期に、大阪の商人たちが設立した、学問書。明治初年の平行、大正時代の再建、太平洋戦争による、理災消失を経て、現在は、大阪大学文学部が継承しているとされる。財願法人海徳堂記念会については、海徳堂記念会の校を参照。教皇九年、大阪の豪商たち、船橋や、白江門、備前屋、 吉兵衛、河野池又四郎が出資し、三宅関庵を学主に迎えて、船場の天ヶ崎町一丁目に海徳堂を設立した。サムスンやらは海徳堂の御道士と称される。教法十一年、将軍、徳川吉宗から公認されて、環境学問所となり、学校敷地を配慮した。環境は得たものの、その後の運営の財政面は町人によってまかなわれ、 海徳堂が町人の学校と呼ばれるゆえんとなっている。明治政府によって旧幕府から受けていた所役免除などの特権を廃止され、明治2年に海徳堂は一旦廃校となる。開校時に三宅関岸は玄関に参加状の定を掲げた。書物を持たない者も講義を聞いて良いやむを得ない用事があれば途中退席しても良い石字は武家を神座と定めるが、 講義開始後は身分によって分けない、三宅春郎の第二は、正式な入門を経ずとも聴講できる、赤字は、新旧、徴用、理解の深度に応じて、互いに譲り合う、と定められた。この時の定め書きには、書生の交わりは、既戦復帰を論ぜず、同輩となすべきことという言葉があり、その後もこの方針は守られた。三宅石安が、学主であった初期には、趣旨学、 陽明学などを交えた雑白な学風で、縫え学問とも批判された。原文4年に、五位乱衆が復帰して、より以降、正当な趣旨学を標榜して、お牛宗来の学派を反撃し、その宗来学批判は、中市畜山らの時代に頂点を迎えた。門下より、草間直方、富永中本、山形万党のごとき特徴的な超人学者を排出したことでも知られる。 大阪大学豊中キャンパスにある、十立海徳堂のジオラマ中井霧園の着手であった。中井天聖は、海徳堂の廃絶後も、その復興を悲願としていた。また大阪朝日新聞の主筆であった、西村天秀は優秀な漢学者でもあり、やはり海徳堂の復興を記念していた。主として天秀が、大阪の財界や政界に働きかけて、大正5年に海徳堂が再建された。 これを、江戸時代の海徳堂特別して、おもだて海徳堂と呼ぶ、おもだて海徳堂は、その設立に、西村天州が深く関わっていたこともあり、朝日新聞社が運営する、カルチャーセンターであったと誤解されることもある。しかし、十立海徳堂の運営主体である、財団法人海徳堂を記念会は、財政的に独立しており、その運営は、 一般からの寄付や行政からの補助などに依存していた。江戸時代の海徳堂と同様に庶民教育を重視したが、京都帝国大学の内藤コラン教授らを顧問として専門性の高い研究活動をも行っていた。表手海徳堂の専任講師であった竹内義雄が皇帝市1936年に海徳堂から出版した論語義書は現在もなお最善の半本とされる。 表て海徳堂の設立時には大学令は未だ施行されておらず、また表て海徳堂は専門学校令に基づく専門学校としての認可も申請しなかった。しかし、長く帝国大学が設置されなかった大阪において、十立て海徳堂は事実上唯一の文科大学としての機能を担っていたとされる。空襲により行動などを失った表手会徳堂では、 実際を免れた、書庫内などで講義を継続していたが、戦後の混乱期に独立した運営を続けることは困難であった。折しも申請大学としての大阪大学に法文学部が設置されることとなり、財団法人会特堂記念会と大阪大学との間で協定が結ばれ、十立会特堂の資料等と職員を大阪大学へ移管し、 建立会特堂で行われていた講義等も引き続き行っていくことが確認された。法人会員約80社、個人会員約800名、在団法人会特堂記念会には、運営委員、学術専門委員などとして、大阪大学の教職員が多数加わっており、常設の古典講座、春秋講座及び随時開かれる特別講座、講演などには、 大阪大学から講師を派遣している。しかし、海徳堂記念会はあくまでも、大阪大学からは、独立した財団法人であり、その運営基盤は依然として、企業や個人の参助会員からの寄付に依存する脆弱なものである。大阪大学附属図書館に基調資料として、海徳堂文庫コレクションが存在する。江戸時代の海徳堂に関わる、基調資料。 十立て海徳道から移管された図書、資料のほか、戦後に大阪大学へ寄贈された資料も含まれる。海徳堂文庫の内訳は、概ね以下の通り、海徳堂文庫の資料総数は約5万点といい、現在も増加中。昭和51年以前の図書については、海徳堂文庫図書目録があるが、同年以降の受け入れ図書、及び全ての文書、 被物資料については整理されていない。ほか、ありがとうございます。